皆さんこんにちは。本日は神奈川県にある足柄キャスティングエリア様に来ています。釣りガールとともに、釣りガールと、なので今から釣りガールを紹介します。はい、こちらが釣りガールです。こちらの方です。また大嘘か。って思ったおっさん連中。今は多様性の時代ですよ。釣りガールが出ると言ったな。あれは嘘だ。ってことで紹介。はい、みんなご存知、都内にあるイケてる釣り具屋さん。土屋様の店長の伊藤さん。情報量が多いので一時停止推奨。東京都武蔵野市吉祥寺南町2丁目5の9で釣りします。ちなみに私のチャンネルって、ありがたいことに9000人ぐらいに登録していただいてるんですが、多分8950人ぐらいがガチ中のガチの兄貴で、50人ぐらいが女性とのんけ兄貴なんで、結果的におっさん出てきてほぼ全員歓喜みたいなところあると思います。リリーサーを車に忘れたので釣りガールから借ります。私も釣りガールだから仕方ない。人のリリーサー使ってリリースするのは最高やな。ってことでダブル釣りガールで釣りします。ルアーはさっきと同じグワを使ってます。ロデオクラフトとのコラボカラーです。表層をゆっくり引いていると、はい、来ました。魚が浮いているのでワウがて地面につきます。魚が寄ってきました。リリーサーを車に取りに戻ったのでマイリリーサー発動して放流ありました。それではご覧ください。釣りガールも画面端に添えています。池の両サイドから放流されるパターンですね。ええやん。で、釣りガール改め伊藤さんは早速ゲット。ワンダゴリッチ。ワンダーさん。私も放流狩りします。ルアーはアングラーズシステムのドーナ 2.5g。カラーは放流オレピン。手前まで来ました。来ました。ちなみにロッドがワールドシャウラ 66UL で、ライン5ポンドなので瞬殺です。放流狩り継続。意外と反応薄くなってきたのでカラーを赤金にチェンジ。ルアーを沈めて巻いてきます。意外と放流魚の反応ないです。釣れてくれー。お願いします。すいませんでした。来ました。はい、瞬殺。ドラグも6センチぐらいしか出てないです。タックル強すぎ問題で、今度はでかい放流魚がルアーを追ってきました。あ、ふけんじゃねえよおい。こんなんじゃ商品なんないよ。釣りガールはパニクラ DR ハイフロートでボコってます。さすが。いいな、いいな、お前らばっかり。で、放流狩り後半戦。ミノータイム。ルアーはバスデーのフライハッチ。なかなかマイナーなルアーでいきます。白身ミノーイング。来ました。まあ放流狩りは、こんなもんでいいやろ。リリースします。太いわ。ここで釣りガールに大物ヒット。さすがなり。めっちゃ元気です。いいな、いいな、お前らばっかり。いつもの運勢つけときます。はい、寄ってきましたね。やったぜ店長、さすがです。いい魚。東京都武蔵野市吉祥寺南町2丁目5の9。そんな食っちゃうんだ。大丈夫ね。縦釣り久しぶりにやった気がします。相変わらず横で釣りガールがボコっています。あと店長なので財力も半端ないです。ってことで人生負け組の私はグラントレも投げます。はい、今気づきました。完全に向こう合わせでした。嘘だぞお前。寄ってきました。リリースします。この後もグラントレもできっとB ラインだと当たり弾きまくったので、エステルタックルに持ち替えたら一撃でした。はい、リリースするなり。この後もヒット、最強や。はい、リリースするなり。来ました。グラントレも水面直下巻きでズドン。リリースします。この後も同じ釣り方。はい、来ました。ちなみにこの日、普通に難易度高かったです。グラントレもキャストします。で、遠投してしばらく水面放置します。水面放置でズドン。グラントレも最強説。ついでに向井さんも私に案件を依頼したくなる説。リリース。して、フェザー兄貴。はい、来ました。ナイスファイトです。で、ここらで伊藤さんとヤバい会話してるので音声はミュート。主に釣りがある関係の激ヤバ会は、終了リリース。そして伊藤さんもボコりまくりです。カラーは吉谷さんのクソ釣れ折りからです。アンノーン。お待たせ。で、また伊藤さんと激ヤバな会話して爆笑してます。笑いが竿先に伝わってシェイク巻きみたいになってます。来ました。はい、ナイスサイズ。ヒットルアーはナブラヤのチップです。して、ヒットパターンの解説。ルアーを投げて表層をビッチしつつ、釣りガールのことをバカにして爆笑していたら、その振動がルアーに伝わってシェイク巻きみたいになってました。で、釣れました。なので、釣りガールの悪口言ってなかったら釣れませんでした。つまり釣りガールは偉大。ちなみに今使ってるのがエステルラインの 0.35 なので、無理すると一瞬で散ります。おー、いい。モールマークに行ってくる。ブラウン。ちなみに全然上がってこないです。3だ、キベラだ。で、そろそろ魚も弱ってきた気がします。もうそろそろいけますね。ってことでランディング行くぞー。東京都武蔵野市吉祥寺南町2丁目5の9。で、いいサイズ釣れて満足なんですけど、お腹の調子が極めてやばいです。原因は前日に食ったラーメン。めっちゃうまかったんですけど、その代償を払う時が近い。やばい。意外感。もうめちゃくちゃにおっさんと兄ちゃんのクソチンポを舐め合い、クソを塗り合い、2回も男汁を出した。はい、クソ遊びは終了。リモンのフラパに使い回す。まあ言うて体調が戻ったわけではないので、クソ遊びセカンドの危険性もビレゾン。で、巻き始めます。巻き始めと同時にズドン。ナイスサイズ。ちなみにタックルが強いので魚がゴリゴリ寄ってきます。寄ってきました。ここでランディングネット持った伊藤さんが登場。本日2回目の匠の技ありがとうございます。東京都武蔵野市吉祥寺南町2丁目5の9。お、開いてんじゃん。で、場所移動しました。伊藤さんはボコリ中。流れるようなリリーサーさばき。ちなみにヒットルアーは伊藤さんの地塗りカラーみたいです。ハイクオリティ。伊藤さんはハイドラムでさらにゲット。ちなみに私は絶賛腹痛です。いかん。セカンドインパクトが来る。お前、今日から便器だな。おいさ、やるちくり。ってことで便器はフェザージグ投げます。クソ遊びついでにチャンネル登録高評価よろしくお願いします。来ました。足柄キャスティングエリアさんはいろんなルアー使えるのがいいですな。トイレも近いし。はい、リリース。ダブルヒットなり、俺たち釣りがある。そしてフェザー投げてます。はい、ヒット、バレました。でもその直後に足元でさらにヒット。完全にフェザー兄貴になってます。まあエンジョイできてるからええっしょ。ちなみに使っているルアーはハートデザインのライトウィングです。言うの忘れてた。足元までゆっくり巻き。来ました。アイアムフェザー兄貴。魚の口の中にかかってます。普通のリリーサーだと外れないです。落ちてたネオスタイルのリリーサーの先端使います。あ、なるほど、なるほどね。そういうことね。超フェザー兄貴。投げて巻いてきます。ライトウィングのオレンジがハマってます。ハイズドン。フェザーばっかやってると釣りガール粘着機もおじに絡まれそう。リリース。伊藤さんが B スパークではめています。これは使わざるを得ないですね。ってことで B スパークを投げます。投げてボトムまで沈めます。そしてリフト&フォール。大きく動かします。前回の動画の内容を活かすべし。はい、来ました。やっぱ B スパークは釣れるな。微妙にサイズアップ。ナイスファイトでやんす。リリースするなり。ちなみにいろんなルアーで釣ってるけど今日は普通にむずい問題。カフェ魔女ばくりおじさん。県北にある川の土手の下で盛り合ったぜ。ってことで足柄キャスティングエリア様の店長、ともふるさんです。ちなみに明日は大会みたいなので、未納の iTunes のために来たみたいです。でもどう見てもマイクロスプーン投げてます。大嘘です。壊れるなぁ。そしてヒット。ちなみにともふるさん、朝一から釣りに来て鬼釣ってました。もうや。ああいうのが欲しいですよね。釣れたやつ面白くないじゃないですか、もうね。ああ、ちくしょう、今もそう。やったぜ。ここらで宣伝っていうか、お知らせなんですが、ともふるさんのご好意により、足柄キャスティングエリア様で私のサインが飾られています。いろいろやりまくった結果、額縁に入らなかったので、レストハウスの放流されている魚種説明のところにあります。足柄キャスティングエリア様に行った兄貴や姉貴は、ぜひサインを見て指さして笑っておいてください。そして、ともふるさん、足柄キャスティングエリア様、ありがとうございます。ガチホモ兄貴向けシーンはまだ続く。はい、あれか。そして兄貴は魚をゲット。やりますねー。ヒットルアーはクラピーでした。はい、夕方の缶釣り名物、ペレットタイムです。で、ルアーはどっこい製作所のリアル。来ました。瞬殺やな。肩の力抜いてこういう釣りするの楽しいっす。ってことでここからは入れ食いです。投げます。着水後表層を引いてきます。シェーキングも入れます。あ。おい、これ!はい、やり直し。落ちパクです。ミニサイズくん、ささっと寄りました。はい、リリース。もうつれつれです。X とかでいうエロ系釣りがあるぐらいに、釣りがある粘着童貞キモージ入れ食い状態。ちなみに私事なんですけど、先日、そやでエロ系釣りがある。っていうか承認欲求モンスターのアカウント見つけたんですよ。で、フォローしたらエロ画像 DM してくれるみたいなので、動画の素材として使うためフォローしたらブロックされました。承認欲求モンスター情報継続。ルアーを投げて表層引き。シェーキングで誘います。ハイズドン。ヒレクイなので棒釣り具屋さんの店長も爆笑しています。リリースします。入れ食いだわ、それ。100% 入れ食いだわ。うわー。イェーイ。すげえ。釣りがある2機も私のタックル奪って爆笑中。リールが右巻きなので苦労してます。すごいなぁ。釣れるんだなこれ。